ミネソタ州はアメリカ合衆国中西部の北カナダに接する州である。アメリカ合衆国50州の中で陸地面積では第12位、人口では第21位である。前身のミネソタ巡州から1858年5月11日に合衆国32番目の州に昇格した。北部はカナダ、東側はウィスコンシン州に西側は ノースダコタ州とサウスダコタ州に南側はアイオア州に接している。州の北東部はスペリオル湖に接し、ミシシッピ側は州北西部から南東に向かって流れ、州南東部ではウィスコンシン州との宗教を構成している。州とは1807年に築かれたホートスニリング、トリデア、カセドラルオブ、セントポールなど歴史ある。 建造物や荘厳なビクトリア町の建物が残るセントポール市である。ミシシッピ川を挟んだ林市である高層ビルが立ち並ぶ近代都市であるミネアポリス市と合わせてツインシティーズと呼ばれている。州人口の60%近くがこの都市圏に住んでおり、交通、事業、工業、教育、行政の中心である。州西部にあったプレイリーは農業用地に変えられ、 南東部にあった落葉樹林も伐採され農業に使われている。人口の少ない北部森林地帯は工業、林業及びレクリエーションに使われている。州自体が豊かな自然に恵まれた全米有数の寒冷地でもある。投票率は高く48州でロナルド・レーガンが圧倒的勝利した1984年。 アメリカ合衆国大統領選挙でも民主党候補が勝利し、知事選挙では共和党候補が連続当選した時期もあるものの、以降も大統領選挙においては民主党候補が全て勝利してきた代表的なブルーステートである。住民の大半は北欧とドイツから移民してきた人々の子孫である。スカンディナビア系アメリカ人文化の中心としても知られる。 近年は民族も多様化し、アジア系、アフリカ系、ラテン系の移民が増えて、ヨーロッパ系住民及び元々のインディアンと混じり合っている。ミネソタ州の名前はミシシッピ川の一支流ミネソタ川から取られた。ミネソタはアメリカインディアンのダコタ数族の言語でマニーソッタから得られた。水を意味するマニーと、 曇り空のようなを意味するソタを合わせた造語で、曇り空の色に染まった水を意味する。インディアンは、初期開拓者に対し、水に牛乳を落として、それを、マニーソッタと呼び、川の名前を伝えたとされている。州内の多くの場所に似たような名前があり、例えばミネハハフォールズ、ミネイスカ、ミネオタ、ミネトンカコ、ミネトリスタ及び、ミネアポリスなどがある。 ミネソタ巡州の地図ミネソタ州となった地域にヨーロッパ人が入ってくる以前アメリカインディアンのアニシナアベ族やダコタスー族などが住んでいた1659年にフランスのケガー公益業者たちがこの地域に進出し始めた17世紀後半にオジブワ族が東から移り住んできてスー族との間に緊張関係が生じたダニエル・グレイ・ソロン、ルイ・ヘネピン神父 ジョナサイカーバー、ヘンリー・スクール・クラフト、ジョセフ・ニコレットなどのヨーロッパ人が地域の地図を作成した。ミシシッピ川より東の地域はアメリカ独立戦争を終わらせるパリ条約に調印した時にアメリカ合衆国の領土となった。ミシシッピ川より西側の地域は1803年のルイジアナバイ州でアメリカ領となったが、レッド川流域は境界紛争が起こり、 1818 18年のイギリスとの条約で解決された。1805年、ゼブロンパイクがインディアンと取引して、ミネソタ側とミシシッピ側の交流点周辺の土地を獲得した。この地点に1819年から1825年にかけて作られたスネリング砦では、州内にアメリカ軍が駐留した最初期の場所の一つである。その中東兵士が、 セントアンソニーだけに製粉所と製材所を建設し、この地域では最初の水力を利用した産業となった。その場所は後にミネアポリス市として成長した。一方で無断居住者、政府役人、旅人が鳥で近くに入植した。1839年、アメリカ陸軍が彼らを下流の方に移動するよう強制したので、セントポール市となった地域に移った。 1849年3月3日に連邦議会により自治法が制定されてミネソタ巡州となった。数多い人々が農業や製材業を行うために入ってきた。スネリング鳥では現在歴史記念物として観光、教育の場となっている。ヨーロッパ人たちが最初に移住してきた地域は現在はアンティークの街ステルウォーダー市として知られている。 1862年のダコタ戦争時に逃亡する開拓者1849年3月3日に自治化されミネソタ巡州となった時点でミネソタは後にノースダコタ州とサウスダコタ州となる領域を含んでいたミネソタ州が32番目の州として現在の形になったのは1858年の5月11日である ヨーロッパ人開拓者とダコタ族やオジブワ族の間に結ばれた条約でインディアンは次第にその土地を失い小さな居留地に押し込められていったその生活条件が悪化し緊張感が生まれて1862年のダコタ戦争につながったこの6週間続いた戦争はダコタ族員38名を同日に処刑し残りのダコタ族は ダコタ巡州のクロークリーク居留地に移住させることになった。この戦争で白人の死者は800人に上った。収書期経済の根幹は農業と製材業だった。セントアンソニーホールズの製材所、マリーン温泉とクロア、スティルウォーター、ウィノナの木材集積地から大量の材木を出荷した。これらの都市は輸送のために理想的な川沿いに立地していた。後に、 セントアンソニー滝は製粉所の動力を供給するために活用された。ミネアポリスの製粉業者が行った技術革新によってミネソタ自の小麦粉を生産するようになり、ベーカーズやクリアの小麦粉価格のほぼ2倍となり、市場を支配した。1900年、ピルスベリー、ノースウェスタン、およびウォッシュバーン・クロスビーといった会社によるミネソタの製粉業が 国内国類の14.1%を生産していた。オッターテール軍のフェルプスミル1880年代にバーミリオン産地とメサビ産地で、また20世紀初期にはカユナ産地で鉄鉱石の鉱脈が発見され、ミネソタ州の鉱石採掘業が確立された。鉱石は鉄道デダルースやトゥーハーバーズに運ばれ、そこから船に積み、五代港を通って東部に運ばれた。 20世紀初期、産業の発展と製造業の交流によって人口は次第に電源部から都市部に移動し始めた。それでも農業が主流だった。ミネソタ州の経済は1930年の世界恐慌で大打撃を受け、農業生産者価格の低下、鉱山労働者の解雇、労働争議につながっていった。この逆境に、 ミネソタ州西部と両ダコタ州は1931年から1935年に干ばつに襲われた。ニューディール政策で経済はいくらか回復した。市民保全部隊など主々の施策で居留地のインディアンにも職を確保し、1934年のインディアン最高政法によって自治の機構を導入させた。このことで、 州内のインディアンの発言力が高まり、宗教儀式やインディアン語が抑制されなかったので、インディアンの監修に対して敬意を払うようになった。第二次世界大戦後、産業の発展が加速化された。豚や牛の皮肉場の自動化、酪農家の機械搾入、大型養鶏場での養鶏など新技術が農業の生産性を上げた。作物は、 トウモロコシと小麦の二毛作で専門化され、トラクターやコンバインのような農業機械の利用が普通のことになった。ミネソタ大学教授のマンボーロングが緑の革命の一環としてこれら発展に寄与した。戦後の住宅需要増加と手軽な交通手段によって郊外開発が加速された。一方、移動性の向上で特殊な職業も可能にした。 第二次世界大戦後のミネソタ州は技術の中心になった。1946年に工学研究協会が結成されてアメリカ海軍のためにコンピュータを発展させた。これが後にレミントンランドと合併しスペリーランドとなった。ウィリアム・ノリスが1957年にスペリーを離れてコントロールデータを設立した。シーモア・クレイがコントロールデータを離れて クレイコンピュータを設立した。医療機器メーカーのメドロトニックも1949年にツインシティーズで事業を始めた。道路と主要な水域を示すミネソタ州ズミネソタ州の陸地層面積は206,375平方キロメートルと呼ばれ、また五大湖地域にも属している。スペリオル湖にはミシガン州との水上宗教があり、東のウィスコンシン州とは 陸と川の宗教になっている。南はアイオワ州、西はノースダコタ州とサウスダコタ州、北はカナダのオンタリオ州とマニトバ州に接している。ジェイクック州立公園にあるサキカンブリア時代、トンプソン地層の傾いた断面ミネソタ州には地球上に見られる最古級の岩盤がある。変ガ岩は36億年、地球の年齢の80%に相当している。 約27億年前、玄武岩を含んだ溶岩が、原始の太陽底の亀裂から溢れ出た。この火山岩の名残が、ミネソタ州北東部の金田盾建地を形成した。これら火山体の根元と先カンブリア時代の海洋の動きによって、州北部のアイアンレンジが形成された。11億年前の火山活動期の後は、火山活動も、 産地形成もない地質的に落ち着いた時代となったが、海洋の侵入が繰り返され、堆石岩の多くの層を残した。その後の時代は、厚さが少なくとも1キロメートルは、ある氷河が大地を削り、現在の地形を刻んだ。ウィスコンシン氷河は1万2000年前に去った。これら氷河は、州内の最南東部を除いておっていた。南東部は岩盤に切り込む急峻な丘陵と水流が、 特徴である。この地域は氷歴岩がないことからドリフトレス地域とも呼ばれる。この南東部を除く地域の大半は最終氷河が後退した後に残した厚さ50フィート以上の氷歴度に覆われている。北西部の巨大なアガシー湖は1万3000年前に形成された。その岩盤がレッド川バレーを作り出し、一室水がウォーレン川となってミネソタ川の谷を刻んだ。 今日のミネソタ州は地質学的に落ち着いており、地震もあまり起こらず、起こっても小さなものである。スペリオル湖の断崖、先カンブリア時代の流門岩溶岩,岩流から形成された州内の最高地点は標高2301フィートのイーグル山であり、最低地点のスペリオル湖岸、標高601フィート地点から13マイルしか離れていない。このようにところによって、 急激な標高の変化はあるが、州内の大半は穏やかなうねりのある純平原である。州北東部、田園部のヒビングでは2つの大きな分水海が出会い、3つの川の流域を作っている。すなわちミシシッピ川を下って、メキシコ湾に至るもの、東のセントローレンス水路を通って大西洋に抜けるもの、およびハドソン湾に流れて北極海に至るものである。 この州は1万個の国というニックネームがあり、これは決して大げさなものではない。面積10エーカー以上の湖は1万1842個あるとされる。州領域に入るスペリオル湖が州内での面積最大、これが北西部に細く伸びて、トールグラス、アスペンパークランドに移行し、北部では新葉樹と紅葉樹の間の繊維森林である。 ローレンシアコンゴ林ジュリン地帯がある。これら北部の森林は広大な松と東皮の原生林に所々、カバの木とポプラが混じっている。州北部の森林は大半が伐採の対象となってきており、今日ではチッペは国立の森やスペリオル国立の森などいくらかの原生林があるだけとなっている。バウンダリーウォーターズカルー原生地域には40万エーカーの未伐採森林がある。 伐採は続いているが、植林によって、周内森林の3分の1は保たれている。プレーリーとオークサバンナのほとんどすべては、農業、牧畜、製材、及び公害開発のために破壊されるか、小さく囲われることになった。生息域が失われることで、アメリカ天、アメリカアカシカ、ウッドランダカリブー、アメリカバイソンなどの動物に影響を与えているが、オジロジカや、 ボブキャットなどは個体数を増やしている。アラスカ州を除くアメリカが州国本土の中で野生の狼が最も多く生息しており、2007年現在の生息数は約3000頭と推定されている。また黒クマやヘラジカも健在である。渡り鳥の飛行コースであるミシシッピフライウェイにあり、ガンやカモなどの水鳥や雷鳥、キジ、七面鳥なども見られる。 猛禽類も多く、2007年時点で白頭足の頭蓋数では、大陸48州の中で最大だった。他にも、赤尾のすりや白フクロウなどがいる。湖には、ウォールアイ、バス、カワカマスなどが生息し、南東部の水流には、カワマス、ブラウントラウト、ニジマスなどがいる。ミネソタ州は、大陸性気候に属し、寒冷な冬と暑い夏といったように、 気温の比較差及び年格差が大きい。過去の最高最低気温の差は歌百174度もある。過去最低気温は1996年2月2日にタワーで記録された下詞60度。過去最高気温は1936年7月6日にムーアーヘッドで記録された下詞114度だった。州内最大の都市ミネアポリスや州都セントポールでも冬は低。 摂氏20度を下回る日があり、夏には摂氏30度を超える温度の高い日がある。州北端、カナダ国境の町インターナショナルフォールズは年、平均気温が約摂氏3度で、アラスカ州の都市、町村とロッキー山中の町村以外では最も寒い都市として知られている。州全体の平均気温としては最も寒い1月が低く、摂氏11.5度。 最も暑い6月が摂氏22.8度。南部と北部では5度から10度くらいの気温差があるので、北部では平均気温よりも5度以上寒いと考えられる。アメリカの冷蔵庫の異名がある。冬場には自動車のタイヤが凍るスクエアタイヤや自動車の排気ガスが路面に吹き付けられて凍るブラックアイスなどの現象が起きることがある。雨、雪、吹雪、雷、 今日、竜巻及び高速直線風などの事象が起きている。植物の成長期は北のアイアンレンジで年間90日、南東部のミシシッピ川近くで年間160日と変化しており、年間平均気温は下肢37度から下肢49度まである。夏の平均度点温度は南部で約下肢58度、北部で下肢48度である。 州全体の平均年間降水量は720ミ、mm、リメートル。平均年間降雪量は126センチメートルである。降水量もところによって変わり、19インチから35インチである。干ばつは10年から50年の周期で起こっている。3月から6月頃は、竜巻が発生するシーズンで時には避難命令が出されることも。また、 州の東端を流れるミシシッピ川とその支流は、春に雪解け水や川一面を覆っていた氷が溶け出すことによる増水で、しばし氾濫することがある。この雪解け水で一番被害を受けるのが、ミネソタ州の南にあるアイオワ州などである。バウンダリーウォーターズカルー原生地域のポーズ湖、ミネソタ州で、 最初の州立公園は1891年制定のイタつカ州立公園であり、ミシシッピ川の水源でもある。現在では72の州立公園とレクリエーション、地域、面積約400万エーカーの58の州有林、及び数多い野生生物保護区があり、すべてミネソタ州天然資源省が管理している。チッペワとスペリオルの国立の森は、 広さが550万エーカーある。北東部のスペリオル国立の森には、広さ100万エーカー以上のバウンダリーウォーターズカヌー、原生地域があり、千の湖がある。その西には、ボエジャーズ国立公園がある。ミシシッピ川国立河川レクリエーション地域は、長さ72マイルの回廊であり、ミシシッピ川に沿って、ミネアポリスセントポール都市圏を抜け、様々な歴史、文化、 地質など興味ある地点をつないでいる。ミネソタ州の人口密度み。ミネソタ州の人口は1850年で6100人、足らずだった。それが1900年までに170万人にまで成長し、その後の60年間は10年ごとに15%の成長を見て1960年には340万人と1900年の2倍になった。その後は、 成長が鈍化し1970年までの10年間では11%、さらにその後の30年間は10年ごとの平均成長率で9%台となり、2000年時点で490万人となった。2010年国勢調査で初めて500万人を超え、2011年7月1日推計では534万4861、2010年と比較して、 年率0.77の成長となった。人口成長率、さらに年齢層構成はほぼ全国平均に近い。ミネソタ州の人口重心はヘネピン郡のロジャーズ市にある。2005年現在、ミネソタ州人口は513万2799人と推計され、前年より3万6253人、0.7%増加し、 2000年より213,307人、4.3%増加した。これは、前回の国勢調査からの自然増161,252人、並びに、州内への移住者54,032人の増加が、含まれる。アメリカ合衆国外からの移住者は7800人、増加することとなり、合衆国内部への転出者は16,768人と、 なった。2004年現在、ミネソタ州民の6.1%は外国生まれであり、合衆国の11.1%と比較すると小さい。2010年に州内で申告された祖先による構成比は以下の通りだった。構成比が3%未満ではアメリカ人、イタリア系、オランダ系があり、2%未満ではサハライナンのアフリカと、 東アフリカ系、スコットランド系などがあった。また比較的新しい移民コミュニティとしては、セントポールにある世界で2番目に大きなミャオ族の町が挙げられ、ミネソタ州はアメリカ合衆国で3番目にミャオ族の人口が多い州である。また、ソマリア難民の大きなコミュニティも形成されている。2010年時点でミネソタ州の人種的な構成は以下の通りである。 1970年時点では人口の98.2%が白人だった。2011年の出生数のうちヒヒスパニック白人に関わるものは72.3%だった。民族構成が多様化して少数民族が増えているが、それでも国内平均に比べればその構成比は小さい。2000年時点の年齢層による人口分布は次の通りだった。 セントポール市にあるフランスルネッサンス様式のセントポール大聖堂ミネソタ州民の60%近くはプロテスタントである。一方、中規模のローマカトリックコミュニティもある。この州で最大のプロテスタント宗派はルター派教会である。また、近年の移民によって新たな宗教がもたらされ、主としてミネアポリス、セントポールなどにイスラム教のモスク、仏教寺院、 およびヒンドゥー教寺院も建設されている。しかし、キリスト教以外の宗教の信者の数は少ない。オアトナ市にある、ナショナルファーマーズ銀行、ルイス・サリバン設計セントポール氏は1849年に、ミネソタ準州州都となり、1858年の、州省覚悟も州都であり続けている。州の東、中部、ミシシッピ川岸にある、 セントポール市の対岸には州内で最も人口の多いミネアポリス市があり、両市に郊外部を合わせた都市圏はツインシティーズ都市圏と呼ばれ、国内では第15位の都市圏であり、州人口の約60%が集中している。州内の他の部分はクレーターミネソタあるいはアウトステートミネソタと呼ばれている。州内に人口5万人を超える都市が17ある。 人口順にミネアポリス、セントポール、ロチェスター市、ダルース、ブルーミントンとなっている。17都市のうち14市がツインシティーズ都市圏に集中しており、この都市圏を外れているのはロチェスター、ダルース、セントクラウド各市である。ミネソタ州の人口増加は主に都市部で起きている。ツインシティーズ都市圏に入るシャーバーン軍とスコット軍。 の人口は1980年から2000年までの20年間で倍増したが、州内87軍のうち40軍は減少した。ミネソタ州周辺のオジブワ族とダコタスウ族の勢力図。橙々色は、現在の保留地ミネソタ州では、古来から、シャイアン族、アラパ法族、オジブワ族、ダコタ族、フォックス族、ミズーリ族、オマハ族、 マヨワ族、オート族、オッタワ族、ソーク族、ポンカ族、ウィンレパーゴ族、ワイアンドット族といった農耕型と狩料型のインディアン部族が混在していた。中でも最大勢力はチッペワ族とダコタスー族であり、この2部族はかつては宿敵として何度も交戦している。ミネソタ州のパイプストーンでは古代からカトリナイトと呼ばれる赤い石が産出され、 これはインディアンのパイプのヒ皿の材料として欠かせないものである。水族はこの赤い石を彼らの先祖の地が固まったものと信じており、この採掘場はインディアンたちの争いを禁じた聖域となっていた。1880年代から1970年代まで合衆国によってインディアンの採掘権が奪われたが、現在はチッペワ族や数族をはじめ、 インディアンのみの独占採掘権が回復されている。ミネソタ州マンカトで行われた、総勢38人のダコタ族に対する一斉公主刑執行1862年に、保留地で11年間にわたり、飢餓状態となったダコタ数族が反乱を起こし、800人、あまりの入植者が犠牲になったが連邦軍により自圧された。戦後、 425人の数族と一人のアフリカ系、アメリカ人の戦闘員の裁判において、303人が有罪判決を受け死刑を宣告されたが、米国政交会のヘンリー・ベンジャミン・ホイップル司教は、エイブラハム・リンカーン大統領に恩者を求め、それを受けた罪ある者だけ処刑せよとの命により、39人を除いて死刑判決は懲役刑に減刑された。 1862年12月26日、38人の数族インディアンが、この年のクリスマスの翌日に、特別扱いの講師代で一斉に講師刑を執行された。これは一度に講師された人数として、現在もアメリカ刑事の最高記録を保持している。現在、ダコタ数族とチッペワ族の二つのインディアン部族が、アメリカ連邦政府から、公式認定され、 合わせて11の保留地を領有している AIM の旗。黒、黄、白、赤の4色はそれぞれ黒人、東洋人、白人、インディアンの連帯を表している。ミネソタ州ミネアポリス市は1968年にチッペワ族によってアメリカインディアン運動が創設されて本部が置かれたインディアンの全米規模での権利運動の端緒となった土地である。 1960年代に高まり、文字通り全米を揺さぶった彼らの実力行使、運動は、キングボクシラ黒人の公民権運動、ブラックパワー運動とも連携し、レッドパワー運動と呼ばれた。黒人団体との決定的な方針の違いは、黒人たちがアメリカ社会への公平な参加を求めた市民権運動だったのに対し、インディアンたちの要求は合衆国と本来対等な、 インディアン部族の主権の確認を求めた権利の回復運動であることだった。ミネソタ州は他にも以下のような歴史的な組織運動の先駆けの地となった。インディアンのアゲパンインディアンがすべて保留地に囲い込まれた19世紀末から、合衆国政府はインディアンから農地や狩り場を奪って、狩猟や漁業を禁止し、またインディアン寄宿学校で伝統食文化を奪った。 これと並行して保留地への年金として小麦粉、砂糖、ラード、粉乳、乾燥豆、コーヒーなどの白人式の高カロリー食料を支給した。これらの支給品に生鮮野菜などはなく、すべて缶詰や乾燥食品ばかりであり、栄養学的にも大変偏ったものだった。見慣れない袋を支給されたインディアンたちは当初、 中身の小麦粉などを食べ物と思わずに捨ててしまい、袋を服に仕立てていたほどだった。こうして20世紀に入る頃には、食生活を根本から変えさせられたインディアンたちの間で、油で揚げて蜂蜜をかけた揚げパンなどは、すっかり彼らの伝統食にとって変わってしまった。第二次大戦が終わると、食料生産の過剰も相まって、インディアンやエスキモーへの食料支給品は、 さらに高カロリー化し、アリゾナ州のピマ族などは、糖尿病理病率が、全米の白人の19倍という高確率となり、世界一肥満の多い民族となってしまった。インディアン部族の医療費は、年次高まり部族を悩ませる一方であり、またこの肥満の問題は、今や、インディアンやエスキモウだけでなく、全米の低所得者家庭に見られる国家的病床の様相を呈している。 AIM の創設者で同団体の指導者を務めたオジブワ族のデニス・バンクスは1990年代から故郷のミネソタ州のリーチ湖畔ンインディアン保留地で地元の食材を使った伝統食の復興運動に取り組んでいる。バンクスはオジブワ族の伝統食材としてのマコもカエデミツを部族の特産品とし、またバッファロー牧場で 低カロリー食品としてのバッファロー肉を生産、インディアン茶などと合わせてブランド化している。これらの取り組みは世界的なスローフードの観点から注目され、リリース商品は日本にも及んでいる。同州では連邦認定されているチッペワ族とダコタ族がそれぞれカジノ事業を展開している。チッペワ族の部族カジノは、臨州ミシュガン州のチッペワ族によっても、 解説されている。2009年6月には、インディアンカジノマガジン誌によって、ダコタ族の宝島リゾートカジノが、全米で約360ある部族カジノのうち、最もセクシーなインディアンカジノのベスト10中、第3位に挙げられ、その娯楽性が絶賛されている。アメリカ合衆国政府と同じく、ミネソタ州の政権は、行政、立法、そして、 司法の三県に分かれている。行政府はミネソタ州知事が指揮を取っている。現在の知事は2011年1月3日に就任した民主党マークデートンである。最近20年間では初の民主党知事となった。現在のミネソタ州副知事はイボン・ネプレット・ナソロンである。知事及び副知事は4年ごとに改選される。州の内閣は コミッショナーと呼ばれる各種州機関の庁で構成される。他に憲法の規定によって選挙で選ばれる役職として、州務長官、検察長官、週刊左官がある。現在、ミネソタ州においては、死刑制度は廃止されている。セントポール市にあるミネソタ州会議児童、キャスギルバート設計ミネソタ州議会は、 下院と上院の両院制である。州内には67の選挙区があり、それぞれ約6万人の住民が含まれている。各選挙区から上院議員1人、下院議員2人を選出する。上院議員の任期は4年間、下院議員の任期は2年間である。2010年に行われた選挙では、ミネソタ共和党が下院の25議席を増やし、 72対62となって多数派党となった。この選挙では上院も共和党が多数派となったが、これは1972年以来のことになった。ミネソタ州の司法府は3段階である。大半の審問は一般的管轄権のある地区裁判所で始まる。10の地区裁判所に272人の判事がいる。 第一審に対する控訴と特定の修正不判断に対する異議申し立てはミネソタ州控訴裁判所が審問する。判事は9人をおり、通常3人1組で審問に当たる。判事7人で構成されるミネソタ州最高裁判所は、税務裁判所からの控訴、労働災害給付控訴裁判所からの控訴、第一級殺人事件、及び控訴裁判所からの委託事件のすべてを、 審問する。選挙に関わる論争については、第一審査権がある。税務裁判所と労働災害給付控訴裁判所は、特殊目的裁判所として設立されており、税務裁判所は、刑事事件の関わらない、税務事件を取り扱う。国内のどこにもある市や軍レベルの地方政府に加えて、行政的監督と企画を行う政府がある。 ツインシティーズ都市圏での特定行動は、メトロポリタンカウンシルが調整を行い、多くの湖と河川は、流域地区と土壌水質保存地区が監督している。ミネソタ州選出アメリカ合衆国上院議員は、エイミー・クロブシャーとティナ・スミスであり、共に民主党員である。ミネソタ州選出者としては、初の女性上院議員であるクロブシャーは2006年の初当選から連続して、 任期を重ねている。スミスはセクハラ疑惑で辞任したアルフランケンの公認として2018年にミネソタ州知事マーク・デートンから上院議員に指名された。アメリカ合衆国会員には8人を送り出している。ミネソタ州の民主党はミネソタ民主農民同等と称しており、会員議員を5人送っている。他の会員議員3人は共和党員である。 連邦裁判所に送る案件は、アメリカ合衆国地区裁判所ミネソタ地区で審問され、ミネアポリス市、セントポール市、ファーガスホールズ市にある。その構想案件は、ミズーリ州セントルイス市にある第8、巡回構想裁判所で審問され、定期的にセントポール市でも審問される。ミネソタ州は、政治的に活動的な市民性で知られ、昔からポピュリズムが、 政党の中の推進力になってきた。州法では、リベラルな有権者登録を規定していることもあって、投票率が一貫して高く、選挙違反の事例は事実上ない。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、有権者の77.9%が投票しており、国内平均の61.2%に比べて、高かった。以前は、 未登録有権者でも住民票の提示により選挙日の投票所で登録できた。大統領選挙と民主党候補連勝記録1948年民主党全国大会でヒューバート・ハンフリーが行った演説は全国的な注目を集めた。1968年のニューハンプシャー州予備選挙におけるユージーン・マッカーシーの反戦論とその人気が その年の大統領選挙候補指名争いでリンドン・ウィー・ジョンソンを脱落させた可能性が強い。ミネソタ州は1976年以来一貫して大統領選挙では民主党候補を選んできており、この期間は他のどの州の実績よりも長い。ロナルド・レーガンが立った1980年と1984年の大統領選挙でどちらもレーガンを選ばなかった。 唯一の州でもある。1960年以降でも1972年のみが唯一の例外であり、この時のみ共和党候補であるのリチャード・ニクソンを選んだ。州内独自政党民主党も共和党もに、大政党には違いないが、州レベルでの民主党の方は異なる政党であり、公式にはミネソタ民主農民働党と呼ばれている。1944年に、 ミネソタ民主党とノーフ労働者党が合流したこの党が事実上全国的な民主党に代わるものとなっており民主党との違いは機能的な専門性である州内では第三政党の活動も活発である現在独立党と称する改革党はブルックリンパーク市の前市長を当選させまた1998年には プロレスラーのジェシー・ベンチュラを州知事に当選させた。独立党は主要政党の位置を保つだけの支持を得てきている。アメリカ緑の党は主要政党の位置にないが、ミネアポリス氏やダルース氏など都市の政府には多くの議員を送っており、地方役員の選挙では民主党と競っている。主要政党は選挙に州の資金を使うことを認められる状態であり、 州知事など州全体の選挙で5%以上を得票した団体に認定されている。中間選挙1990年代初期から連邦政府の大議員を二大政党が分け合う時代が続いた。2006年中間選挙では民主党が知事職と副知事職を除いた州の役人を独占した。共和党の知事と副知事候補は接戦で再選を果たした。民主党は 衆議会両院で2桁の議席像を果たし、アメリカ合衆国上院議員には、エイミー・クロブシャーを当選させ、会員議員も1人増やした。ティース・エリソンは、ミネソタ州からアメリカ合衆国会員に送り出す、最初のアフリカ系アメリカ人、かつ全国的には、最初のイスラム教徒となった。2008年の上院議員選挙では、民主党員で、元コメディアン、 ラジオのトークショー司会者のアルフランケンが現職の共和党員のオム・コールマンを破った。総投票数300万票のうちわずか数百票の差だった。2010年の中間選挙では共和党が衆議会両院の支配を取り戻したが、これは38年ぶりのことだった。民主党は20年ぶりに州知事を当選させた。 ミネソタ州4分の1ドル効果経済分析局推計では2008年のミネソタ州の総収生産高が2620億ドルだった。2008年の1人当たりの収入はアメリカ合衆国内で10番目になる42772米ドルだった。2002年から2004年の3年間の接待ごとの収入中央値は アメリカ合衆国内で5番目となる55,914米ドルであり、大西洋岸の州を除いた36州ではトップだった。軍の世帯ごとの収入中央値は17,369米ドルから42,313米ドルまでに渡っている。一般的に収入は多くの都市部で高く、州の北西部で特に低くなっている。ミネソタ州は かつて原材料の生産種だったが、その経済は最終製品やサービスを強調できるほど変化してきた。おそらくその最も重要な特性は多様性である。その事業部門から送り出されるものは全米のそれに極めて合致している。2008年でアメリカ合衆国の売上トップ戦車の中にミネソタ州に本社を置く会社は32社ある。例えばターゲット。 ユナイテッドヘルスグループ、3M、メドトロニック、ジェネラルミルズ、US バンコープ、アメルプライズ、ホーメル、ランドオーレークス、スーパーバリュー、ベストバイ及びバルスパーである。ミネソタ州に基盤を置く会社として、全米最大の民間会社、カーギルやラディッソンホテルズの親会社、カールソンカンパニーズがある。2011年6月時点の州失業率は6.7%だった。 セントポール市とミネアポリス市は、カーギル、サシ m c o ノースウエスト航空、ターゲット、US バンコープ、W、セライブントファイナンシャルホールザンス、メドトロニク、エコラボ、ベストバイ、クレイ、イメーション、国際的なデイリークイーン、レジスコーポレーション、ゼネラルミルズ及びウェルズファーゴの地域本部、キャタピラー社並びに、ハネウェルを含む、多様な主要なビジネスの本拠地となっている。 ロチェスター市は、名誉クリニックの本部があり、IBM の重要な製造工場がある。アメリカ合衆国内で最大のショッピングモール、モール・オブ・アメリカは、ミネアポリス・セント・ポール郊外のブルーミントンに一致している。ミネソタ州マーシャルを本拠地としている、W ・シュワン・フード・カンパニーは、アメリカ合衆国内の冷凍食品会社ブランドとして最大級の会社であり、 ミネソタ州内で2番目に大きな同族企業である。ミネソタ州はミシシッピガーや五大湖を利用した水上交通の起点となっており、ダルースの内陸港湾、この州を10文字に走っている鉄道、セミトレーラ及びバス会社、週間高速道路 I-35 及び I-94、さらに主要な航空会社のハブ空港を有する交通の要所である。しかし、 水分及び鉄道幹線交通は年ごとに衰退してきている。食品規模では劣るものの、隣のミシガン州と同じくメープルシロップが生産される。その他ミネソタ州ゆかりの会社 IDS タワー、フィリップ・ジョンソン設計、州内最高の建物、シーザー・ペリのアールデコ町建築、ウェルズファーゴセンターの影響を受けている。ミネソタ州の初期産業は、毛皮公易と農業だった。 ミネアポリス氏はセントアンソニーだけで動力を得た製粉所を中心に成長した。現在は人口の1%足らずが農業に従事しているだけだが、集計済では大きな比率を占めており、生産品販売価格では国内第6位である。天才、トウモロコシ及び加工用グリーンピースの生産量、さらに七面鳥養育量は国内第1位である。 人口一人当たりの食料共同組合の数も全米最大である。製材、パルプ加工、製紙及び木工品を含む林業関連産業も依然として強力である。鉄鋼石工業でも有名であり、1世紀以上にわたって世界の鉄鉱石生産量のかなりの比率を占めてきた。高品質鉄鉱石は取り尽くしたが、 地元で開発した手法を使ってタコナイトの採掘は続いており、地元工業を持続させている。2004年には国内で利用される鉄鉱石の75%を生産した。過去の工業ブームでダルースの港が生まれ、現在でも鉄鉱石、石炭、農産物の積み出し工であり続けている。製造業では古くからある食品加工や重工業に加えて、 技術とバイオ医療の会社ができてきた。国内初の屋内型ショッピングセンターがい、e、いダイナのサウスデールセンターであり、最大のものはブルーミントンのモール・オブ・アメリカである。ミネソタ州は独自の宝くじがある全米42州の一つであり、パワーボール、ホットロット、ゴーファー5などが行われている。ミネソタ州ではエタノール燃料を生産しており、10%混合燃料を義務付け、 2013年には20%とする最初の州である。エタノール燃料対応のガソリンステーションが310カ所ある。2005年からはディーゼル燃料に2%のバイオディーゼル燃料の混合が求められている。2006年12月時点で風力発電の生産量は全米第4位となった。既存分で895メガワット。 今後の計画で200メガワットである。その多くは中南西部のバッファローリッチにある。ミネソタ州の所得税は累進課税方式を採用しており、5.35%から7.85%までの3段階である。2008年時点で州税と地方税の一人当たり税額は国内12位だった。州民はその収入の10.2%を納税しており、 国内平均の9.7%より高かった。州税と地方税の負担率は全米第12位である。消費税は6.875%だが、衣類、処方薬品、特定のサービス、家庭で消費される食品は免税である。州法では自治体が地方消費税や特別地方税を課すことを認めており、ミネアポリス市の場合はントの消費税を 付加している。実行税はアルコール、タバコ、自動車燃料に課税されている。他州で購買し、ミネソタ州内で使用する物品には使用税を課している。不動産の所有者は国、自治体、教育学区及び特別課税地区に対して固定資産税を払っている。ダルース市にある空圧昇降橋ミネアポリス市を通る早業線の 列車周内の交通はミネソタ州交通省が管轄している。主要な交通路はツインシティーズ都市圏とダルース市から伸びるものである。主要な週間高速道路は35号線、90号線と94号線であり、35号線と94号線はツインシティーズ都市圏を通り、90号線は州南端を東西に走っている。 35号線はツインシティーズ内では二手に分かれ、ミネアポリス市内では35号線西、セントポール市内では35号線東となっている。広いアメリカでも一つの週間高速道路が二手に分かれるのはこのツインシティーズとテキサス州、ダラスフォートワースト市圏のみである。この35号線西は2007年8月1日に崩落事故を起こした。2006年に 憲法の修正が成立し、自動車に課される消費税と使用税は交通予算に振り向けられ、少なくとも40%は公共交通機関に使われることになった。州内には2ダース近くの鉄道路線があり、その大半はツインシティーズあるいはダルースを通っている。ミシシッピ川水系を使い、またスペリオル湖の港からの水上交通もある。州内の主要空港は、 ミネアポリス・セント・ポール国際空港がある。デルタ航空とサンカントリー航空の旅客、貨物ハブ空港である。国内航空会社の大半も利用している。大型商業便はダルーストロチェスターでも利用でき、定期コミューター便は、デルタコネクション参加のコムエア、メサバ航空、スカイウェスト航空、コンパス航空、ピナクル航空によって、小型6都市で利用できる。 アムトラックが毎日運行する列車、エンパイアビルダーが州内を通り、セントポール市のミッドウェイ駅など6カ所に停車する。都市間バスは、ジェファーソンライン、グレーハウンド、メガバスなどが運行している。地方交通は、大型都市のバス路線網と2本の鉄道路線がある。通勤線のノーススター線は、ビッグレークから、ミネアポリス市中心街まで、早わサ線の電化ライトレールは、 ノーススターのターミナルからミネアポリスセントポール国際空港及びブルーミントンまで走っている。リチャードソン・ロマネスク様式のピリスベリ・ホール・ミネソタ大学ミネアポリス校でも最古級の建物、ミネソタが州に昇格した1858年に州議会が初めに行ったことは、身のなしに市販学校を作ることだった。この教育に対する姿勢が 教育水準の高い住民を生み、2006年から2007年に、モーガン・クイット・ノーによる賢い恋収賞では、第13位にランクされ、高校卒業者比率は、全米第1位になった。2006年の高校卒業率が90%以上だったのは事実だが、白人の約6%、アフリカ系アメリカ人の28%、アジア系アメリカ人の30%、 ヒスパニック系及びインディアンの34%以上は落ちこぼれとなった。2007年全国の悪ク試験では第1位の結果を残した。学校検制度は実施しなかったが最初にチャータースクールを作った州でもある。ミネソタ州にはミネソタ州立、カレッジ、大学システムの32機関やミネソタ大学システムの5キャンパスなど公立大学、 カレッジのネットワークがある。その他20以上の私立カレッジと大学があり、そのうち6つは US ニュースワールドレポートによる教養系大学トップ100に入っている。ロチェスター市にある名誉クリニックミネソタ州民はアウトドア活動に高い比率で参加している。定期的に運動している州民の比率では第1位になった。創生率、乳児死亡率、 循環期疾患罹患率、労働災害死亡率では低いレベルにあり、平均余命と健康保険加入率は高い。これらのことに加えて他の手段もあり、二つの団体によってミネソタ州は国内で最も健康な州に位置づけられることになったが、そのうち一つでは2005年から2009年の評価で公的な医療予算が少ないことと、 大酒飲みの習慣があることのために1位から6位に加工した。2007年10月1日、呼吸の自由法の成立によって、州全体のレストランやバーでの喫煙を禁じた17番目の州になった。医療は病院と医院の包括的なネットワークで提供されており、国際的な評価の高い2つの医療機関がある。ミネソタ大学医学校は評価の高い医学。 教育機関であり、治療では多くの革新を行い、研究では州内で成長しつつあるバイオテクノロジーにかなり貢献している。名誉クリニックは世界に知られた医療機関であり、ロチェスター市を本拠にしている。名誉クリニックとミネソタ大学は、ガン、アルツハイマー症、心臓病、肥満などの分野で研究を行う、州予算を使ったプログラム、 バイオテクノロジーと医療ゲノム共同研究で共同研究者となった。ミネアポリス美術館のボダール様式北面ファサード、マッキム・ミードホワイト設計ミネアポリス市の美術館には、ミネアポリス美術館、ウォーカー・アート・センター、フレデリック・アール・ワイスマン美術館、ロシア芸術博物館がある。ミネソタ管弦楽団とセントポール室内、 管弦楽団は著名なプロの常設楽団であり、コンサートを催し、ツインシティーズの地域社会には教育プログラムを提供している。世界に聞こえたガスリー劇場は2006年にミネアポリス市の新しい施設に移転した。そこは3つのステージがあり、ミシシッピ川を見下ろす位置にある。地域での演劇、音楽、喜劇などの行事には観客が多く集まる。 アメリカ国内で一人当たりの劇場座席数を見るとツインシティーズはニューヨーク市に次いで第2位である。毎年230万枚の座席券が販売されている。毎年開催されるミネソタフリンジフェスティバルは劇、ダンス、アドリブ劇、人形劇、キッズショー、美術、ミュージカルが出し物になる。ミネアポリス市の夏祭りは11日以上にわたり、 800以上の出し物があり、審査のない芸術祭として、アメリカが衆国最大になっている。プレーリーにおける開拓者生活の厳しさと恩恵は、オーレ・ロルバーグのジャイアンツ・イン・ザ・アースや、ローライン・ガルス・ワイルダーの子供向け、大草原の小さな家シリーズの主題となった。小さな街での生活は、シンクレア・ルイスの小説、メーン・ストリートで攻撃され、またガリソン・キーラーのグは、 レイクをベゴンでより穏やかにまた感情を込めて、皮肉られた。セントポール生まれのカイスコット・フィッツ・ジェラルドは、ウィンタードリームスや、ザ・アイスパレスに収録の中でその若い都市の社会的、不安全さと強い願望を描いた。ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの助上詩、ハイアワサーの歌は、ミネソタ州と州内の多くの地名や、水域の中からヒントを得た。 ファストアベニューのナイトクラブ、ミネソタの音楽コミュニティの中心ミネソタ州の音楽界には多くのジャンルがあり、そのミュージシャンとしては、ロックのスターであるプリンス、ハーモニートリオのアンドリューズシスターズ、ロカビリースターのエディコクラン、フォークのボブディラン、サーフバンドのザ・トラッシュメン、ガレージロックバンドのキャスタ・ウェイズ、ポップソングライターのジミージャムテリー・スイス、インディーロックのジョニー・ラングとソウル・アサイラム、 インディペンデントヒップホップのライムセイヤーズ、エンタテインメントとドーミトリー、さらにハスカー・デューやリプレイスメンツといったカルト系もいる。喜劇、劇、映画にもかなり貢献してきた。オーレアンド、レナのジョークはスカンディノビアマリのアメリカ英語で発信された時に喝采を浴びた。ガリソン・キーラーは1970年から放送した A プレイリーホームコンパニオンで、 古いスタイルのラジオコメディを蘇らせた。地元テレビ局は1960年代に風刺章のザベットタイムヌズを制作し、地元生まれのリズ・ウィンステッドとクレイグ・キルボーンは、その後に次第に影響力を増したザベリー賞を流した。ミネソタ州出身の俳優としては、エディ・アルバート、ジュディ・ガーランド、ジェシカ・ラング、ショーン・ウィリアム・スコット、ジョシュ・ハート・ネット、ジェシカ・ウィール、ビンス・ボーン、 レイチェルリー・クック、スティーブ・ザーン、ケビン・ソルボ、ミノナ・ライダーがいた。ジョエル・イーサン公演、テリー・ギー・リアム及びマイク・トッドは、映画芸術に貢献し、カルトショーのミステリー・サイエンス・シアター3000や、レッツ・ボールはツインシティーズからケーブルテレビに流された。ミネソタ州祭は、ザ・グレート、ミネソタ・ゲット・トゥゲザーと宣伝され、州文化の象徴になっている。 人口530万人の秀才に2009年には180万人が訪れ2001年の記録を塗り替えた。芸術、科学、農業、料理、4H クラブ、音楽、商品展示など様々な出し物がある。種の芸術、バターの彫刻、太った豚の競技会などでも知られる。フロントパップ、チーズカーズ、 深揚げキャンディバーなどスティックに刺した食品もある。多くの軍祭では小規模ながらこれらの出し物が見られる。その他毎年開催される祭りとして、セントポールウィンターカーニバル、ミネソタルネッサンスフェスティバル、ミネアポリス市のアクアテニアルト、ミルシティ音楽祭、ウォーカーのムーンダンスジャム、ウィルマーのサンシャインクリスマス音楽祭、グランドラピッツのジュディガーランド祭、リーチレイクのイールプート祭り、 デトロイトレイクスのウィーフェストがある。以下は英文。ありがとうございます。